力ありましたしね、貫禄もありましたし、生きた心地しない。一番硬い野球やってましたよね。 5% レベルアップすれば優勝できる。名古屋球場からずっとロッカー隣なんですよ、名古屋ドームも。まあ、黄金期ってね、やっぱり成績的に言うと2000年のね、4年から10年ぐらいのやっぱ落合監督がされてる時ね、あの頃はもう本当にずっと A クラスにいましたんで、まあ、強かったなっていうのはありますけども、ちょうどね僕とこうたあの立浪さんって活躍時期が始まりが同じ で、ねはい、名古屋球場からずっとロッカー隣なんですよ、名古屋ドームも。まあでも印象あるってやっぱ最初の頃すごく印象ありますよね。そうですね、88年から、はい、まあ、星野監督がねされてて、どうですか、あの40過ぎぐらいの人があれだけの熱持ってたって。ちょっともう自分プロ入った時39ですよね、星野さんが、うん、で今思えば本当に若い監督ですよね、うん、迫力ありましたしね、貫禄もありましたし、あとあれだけの、まあ、政治欲じゃないんだけど、ね、あの立ち回りと頭の良さって、うん、なかなかできないじゃないですか、言葉の力とかね、うん、ああいうのすごかったなっていうね。星野監督されてる時って戦力的にはまあ、優勝もしましたし上位にもいつもいましたけど、そんなすごくなかったですよね。そう思いますね、うん、あの人のなんかこう星野監督のこうパワーで結構なんか連敗したらやばいなって ってあったもんね。毎日ミーティングありましたからね。ゲーム終わってだからもうそれがプレッシャーでね、ミーティングが、ましてやその試合にこうミスにで、そういう負けてしまった敗戦に関わっていたものならば、試合後のミーティングが憂鬱で憂鬱で、ね、いや怖かったね。だから僕なんかね、特にピッチャーでしょ、で星野監督っていうのはね、こう当然野手にも厳しいけどピッチャーにはもっと厳しいんですよ、分かるんで。だから僕なんかね、こうちょっとこう打たれるともう試合後のミーティングっていうのはもういつもね憂鬱でね、でも変わってから試合後のミーティング終わるまでがね、例えば3時間ぐらいあったりするでしょ、憂鬱で憂鬱でね、もうどうしようって、まあ、言葉は悪いけど生きた心地しない。大体怒られる人は分かってますから、その時前座ってますもんね。まあもう僕はねよく怒られる方だったんで、一番ではないんですよ、うん、一番怒られるのはもうね誰に聞いてもやっぱ中村武史捕手、うん、勝っても不機嫌な時あったしね。あ、そうですね、なんかちょっと勝ったけどちょっとしょっぱい試合とか、まあ、まだでも勝ってたらまだまだ良かったまだいいですよね、うん、これね、こんな話をねしたらね、これはもうね阪神ファンの方には本当に申し訳ないんですけど、当時ね一番怒るのは阪神に負けるとめちゃくちゃ怒るんですよ、うん、なんでかっていうと、あの頃の阪神タイガース、まあ、90年の初めぐらいのってやっぱ強くなかったんですね。なんで阪神に負けるんだみたいなねところがすごくあって、だから僕らピッチャー阪神戦で KO とかされるとね、もう本当にねもう憂鬱で憂鬱でね、いやもうでもまあ厳しく指導していただいたから僕らが長くね2人ともやれたと、こう名誉会本当それはありますね。本当にね、でも一番感謝してるのは怒られても使ってくれましたよね。そうですね、それはありましたね。うん、怒る選手ほど、もう使わんとか二軍に落とせって言った次の日必ずチャンスくれたんですよね。そこがまあ頑張れた人ですよね。やっぱ選手ってね、どんなに怒られても試合で使ってもらうのが一番のご褒美なんですね。あの人はね、怒る選手はやっぱ使いましたよね、はい、だそう考えるとね、おそらく中村武史もね本当によく叱られてね、本当かわいそうだなと思うぐらい、でも本人は感謝してるはずですよそうですね、うん、だってそんなにうまいキャッチャーじゃなかったですよ。足も遅いしバッティングもそんな大したことなかったし、入った頃ドラフト1で入ってきましたよ。ただ肩はね最初から猛烈なボールセカンドに投げてましたから、まあ、星野監督の下でやるにはぴったりだったのかなっていう感じはしますね。まあでもね、本当その頃は山本さんと今中2人ですよ、ピッチャーは。もう雨山本今中ってね、だ当時ね、130試合でしょ、先発僕と今中投手っていうのは2人とも32ぐらい投げたもんね、だから当時名古屋球場だったから、雨で中止でね、こう最後の方試合が飛ぶでしょ、そうするともうほぼ2人が投げたような、そうですね、うん、感じになりましたし、で2人とも完投をね15以上、完投しましたんで2人ともね、そう考えるとまだ、まあ、抑えに角さんっていうねピ
チャー、素晴らしいピッチャーいましたけど、セットアッパーってあんまりいなかったですね。鹿島さんはちょっとやっていただいてた、ま、その頃ってセットアッパーっていうふうに言われてなかったですよね。もう先発と抑えっていう感じで、先発から直接つなぐ、だから角さんが2イニングって結構あったですね。そうですね。いつぐらいからですね、こうセットアッパーがすごく、岩瀬が入ったぐらいから。そうですね、99年ですかね。あの頃のドラゴンズ99年優勝するんですけども、あの時のね、後ろのピッチャーやばかったですから。落合英二がいてね、サムソン・リーがいて、ソン・ドン・ヨルがいて、岩瀬がいてってね、そのソン・ドン・ヨルさん以外はこの3人がね、どこにでも出てくるんですよ。ほらもう勝ちゲームはね、ほんとすごかったですよ。あの時のピッチャー陣で結構鉄壁に近かったな。そうですね。これでね、負け試合でも、前田雪永君とショーツっていうピッチャーがね、ちょっとビハインドでもね、先発が早く崩れても、この2人がね、ロングリリーフでね、立て直してくれてね、そう考えるとやっぱね、すごい安定したチームだったかなっていうのは、そう考えると僕はピッチャー陣に関しては、あの99年、優勝しましたけど、あの時のピッチャー陣って最強かなっていうのは。でも結局、名古屋ドームに変わって、今、バンテリンドームですけども、にピッチャー陣の整備をして、ピッチャー陣が強力になってきて、そのままずっとこう続いていったっていうふうに思いますね。今みたいにそんなボールも飛ばなかったですしね。そうなんですよ。ただ、名古屋ドームの1号を打ったのはこの人ですからね。まあ、そうなんですけど。先頭バットホームランだもんね。あれからちょっとバッティング崩しましたけども。僕が名古屋ドーム会場の開幕投手なんですよ。だから一番最初にマウンド立ったのが僕で、一番最初ホームラン打ったのが、立浪さんなんですけども、まあでも広かったね。広かったですね。一番最初やった時は、僕は97年からなんですけど、こんなところでホームラン打たれたらそれダメだよなと思って投げてました。まあ、基本逆方向のホームランってそんなになかったですもんね、あの頃は。なかったですからね。今は結構あの名古屋バンテリンドームでも出ますけど、でも結局あの名古屋ドームの時代に相手チームもやっぱあんま打てなかったですよね。今もそうなんですよね。今もバンテリンドームであのセリーグの5球団が来た時にやっぱそんな打てないですもんね。苦手にしてるチームすごく多いですし、あのピッチャーが本当にあの球場の広さでどんどん良くなっていったっていうのがありますよね。よくなりましたね。だからピッチャーで勝つと自信つけるんで、はい、まあ、そういうところも成長、みんながしてって、まあ、東証国と言われる時期もありましたんでね。まあでもその後実際にピッチャーは育ちましたね、はい、まあ、川上憲伸であったり、吉見であったり、チェンであったり、そういう一流のピッチャーがねどんどん出始めて、落合監督時代ってのはやっぱ岩瀬浅尾という存在がね、そうですね、これ大きかったね、この2人がまたね。でキャッチャーを谷重星を取って、も大きかったな。結局あのね、洗い場という風なセンターラインですよね。ここを本当にしっかりしたことが強く、まあ、黄金期を支えたのかなと思いますけどもね。自分もあのその横にいましたけどもね。いやでもね、あの時にね、はい、例えば2004年に落合監督がその ドラゴンズの監督に就任するわけですけど、あの時のメンバーで6人ぐらい名球会入ってるんですよ。今まあ名球会で話してるんですけども、まあ、立浪さんも僕もでしょ。なんか岩瀬、井端、荒木、井端入ってない。井端入ってない。谷繁、当時福留がいました、ね。ああそうですね。和田君も来てくれてね、ドラゴンズに。そういうことでこれぐらいのメンバーがいたんで、まあ、それがもう落合監督が就任した時は前の年は3位か2位だったのかな。そうですね。3年がね、はい、あの山田監督が辞められた後、まあ、なんとか頑張って A クラスには確保したんですけども、最初にあのこのチームは1人 5% レベルアップすれば優勝できるって言ったじゃないですか、はい、あれ来てね、またぶち上げてんなと思ったよね。まあ、ね、補強しないの、優勝したくないのって思ったんですよ。いや補強いらないってね思ってましたけど、本当に優勝しましたもん ね。大したもんだなっていうふうにね思います、ね。まあ、ちょうど山田、その前が山田監督の時にこう井端、荒木がね、この2人の選手がこうちょっと出だしてですね、でそこで落合さんになった時にまた鍛え上げられてガッといきましたよね、あの2人がね。まあ、そこが大きかったのかなと思いますけどね。いやでもあと前は先ほど言われましたけど、谷繁さんが来たっていうのはね、すごく大きかったっていうふうに思います。これね、この人はね、こうやっぱ勝負に徹してるというか、甘いとこ一つもないですよ ね、まあ、すね、勝負に関してはね。こうリード面に関しても最初ね、なんでこういうサインなのかなってピッチャー考えるんですよ。でもね、試合終盤になるとなるほどっていうね。そしてまあもうあの彼も引退したのでまあいいんですけども、終盤は特にまあ浅尾とか岩瀬がいるんでね、
名古屋ドームではインコースなんかも投げなかったですね、うん、インコース投げなくても抑えられるだけのものをもう序盤にそういうリードしてるんです。ああいうねリードしてくれる人がいたので、だからもう終盤は多分ヒット3本で1点取られないようなチームだったんで、こう単打3本ではね、そういう面でやっぱ強かったですよね。ああいうリードを徹してくれたっていうね、まあそれは強かったですよ。開幕前日か前々日ぐらいまで誰も分かんなかった。柳というね、今まあ大黒バッターに成長しましたけども、確率を上げるっていうことをシンプルな理想的な形に近づけていかないとやっぱり長くできないと思うので、この世界は。